嫌なオレンジ味が全くなく、むしろ消してはくれるんですけど、うまくいい感じの赤みを残してくれながら、やっぱりとこう日本人が嫌がる赤みっていうのを消してくれるので、すごい日本人の女性が好きな色だなって思います。まあ、今まであったようなグレージュラインよりも、肌の赤みをこう引き出すぐらいのほんのりとしたくすみ感が効果的に肌映えにつながっているんじゃないかなと思います。透明感も入れつつの、シルキーな質感が出るので、すごい僕は使いやすいなというふうに感じました。ベージュって意外と難しくって、他の色を混ぜて表現することが今まで多かったんですけど、今回単品でもすごく綺麗なベージュが出たかなって。より今の季節とかだと、まあ夏秋とかにかけて毛先がパサついたりとかすると思うので、ツヤが欲しいっていうお客様多いと思います。赤みが少ないので、少しこうクールなかっこいい印象になるのかなと思います。でいろんな色味を使っている方はオークルベージュの方がすごくツヤっぽく、いろんな色と相性がいいのですごくおすすめです。このオークルベージュに関しては、ブラウンのベースが綺麗に入っているので、くすみすぎずにお肌の色が本当にパッと明るくなるような色味で補正されているかなと。髪の毛の硬さが気になったりとか、そのスキントーンを上げたいとか、あと寒色系がこうちょっと濁って見える人とかは使ってあげると、すごく肌なじみが良い色になってると思います。ややオレンジ味がある分ちょっと連動感もあるので、若い女性の方とかで今までのアッシュとかに飽きてきたような方におすすめしやすいかなと思っています。馴染む肌映え効果というよりも、より肌のスキントーンを上げていくような、よりこう肌映え効果をこう実感しやすい、テラコッタベージュはちょっとオレンジっぽい色味が入っているので、ブリーチのオンカラーにもすごく使いやすい。